中国、インド、南アフリカ共和国の5カ国によるブリックスの首脳会議や世界平和の確保と新たな安全保障を課題に中国福建省のアモイで開幕しました。会議の間を縫って多くの2国間首脳会談が予定されていますが、プーチン大統領はすでに中国の習近平国家主席との会談を行いました。アモイにいるサホフスカヤ記者に中継で話を聞きます。会談後の声明はもう出ているんでしょうか。はい、アモイに到着したプーチン大統領は出迎えの中国側要人と握手を交わした後、空港から直ちに習近平国家主席との会談に向かい、議場兵の閲兵を行うなど丁重な出迎えを受けました。ロシアと中国の首脳会談は今年に入ってすでに4回目を数え、両国の政治対話は日を追って緊密になっていることを示しています。これまでの会談は常に温かく友好的な雰囲気の中で行われてきました。会談の冒頭部分をご覧ください。プーチン大統領です。まず今回のブリックス首脳会談をアモイというこの素晴らしい街で開催していただいたことに感謝を申し上げます。中国の中でもこの地域を訪問するのは初めてですが、美しい街の様子を拝見し、その発展の様子に感銘を受けました。主席のご努力の結果と拝察いたします。今回のブリックス首脳会議が成功を収めますよう願っております。中国の皆様が積極的にまた入念に準備を進めてこられたことはよく承知しております。我が国としても高いレベルでの議論ができるよう全力を尽くすつもりでおります。習近平国家主席です。順風満帆で国家公開してきた中央関係という船がさらに順調に前進すると期待しています。ロ中会談最大のテーマは言うまでもなく朝鮮半島問題です。今日は北朝鮮による水爆実験成功が報じられましたが、両国の立場は完全に一致しています。ロシアは今回の実験をはっきりと非難し、平和的な交渉、また米韓合同軍事演習の凍結と引き換えの北朝鮮による核挑発凍結といういわゆる二重凍結方式による問題解決を進めるべきであるとしています。ロ中関係では貿易取引が 30% もの増加を示し、年末には800億ドルに達するとみられる経済関係が最大のテーマとなります。ブリックス首脳会談ではプーチン大統領は3カ国にシリア問題の平和解決への協力を呼びかける予定です。プーチン大統領はまた世界における保護主義の高まりや一方的な経済制裁を批判、 IMF 改革を提案するほか、3カ国首脳との会談やビジネス界との会合、さらにメキシコ首脳との会談も予定しています。実は中国は今回の首脳会談にタジキスタン、メキシコ、タイ、エジプト、ギニアの首脳を招いており、こうしたブリックスプラスの枠組みはさらなる統合と経済成長にとって大きな可能性を秘めています。Спасибо, ありがとうございました。サミットが開催される中国アモイから伝えてもらいます。